おお、来たか。こないだの歴史の改変だがの、完全に修正できておらんかったようなんじゃよ。あの時現れた人造人間16号が倒しきれていなかったみたいなの。あやつは本来の歴史にはおらんはず。目覚めさせたのも復活させたのもやはり。とはでしょうね。彼もまた確実に強くなっているわ。行ってきてくれるかしら。すまんが頼むぞ。戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。16号だ。それにどうも様子がおかしい。上級様、皆さん、トランクスの方が一列は上のはず。相当パワーアップさせられているわね。トランクスを守りながら戦うのよ。なぜ完全体に決まっているだろう。17号と18号を吸収したの。17号と18号を、まさかそんな。それにしてもなぜ俺の名前を知ってる。そうか、お前過去に言ったのだな。なるほど、妙に事情に詳しい。ターゲット、トランクス。素性は知らんが、味方のようだ。私の他にも、人造人間がまだ残っていたと。このお仲間は過去から連れてきた。何にしても、邪魔をするなら生かしておかん。サイヤ人の生き残りって一体どの時代から連れてきたのだ。お前たちが存在する限り人類に未来はない。絶対にお前たちはここで倒す。おずけ、人造人間たちめ、完全に消え去ってしまえ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。
あなたにもお礼を言わないと。おお、帰ったか。お疲れ様、頑張ったわね。トランクス、勝手なことをしてすみませんでした。わかってるならいいわ。あなたの気持ちもわかるけど、私は立場上それを許すわけにはいかないの。はい、あなたにも謝らなければいけませんね。それからありがとうございました。今から特別授業を開始します。皆さん参加してください。ん？孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、ええのか。少し歴史が変わってしまっとるようじゃが。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃうわ。でもそうね、残しておきましょうか。うん、ま、あれくらいの変化なら歴史に影響はないだろうしの。わしも見なかったことにするか。ほっ。